アメリカ軍は今日午後1時過ぎから嘉手納基地でパラシュート降下訓練を開始しました。今機体から1人目の兵士が降下を始めました。そしてまた1人次々と続いています。午後2時過ぎまで2回に分けて実施され、合わせて13人の兵士がパラシュートで基地内に降り立ちました。地元自治体が反対する中、訓練は今年に入って7回目で、1年間の実施回数としては佐古合意後最多となっています。県内でのパラシュート降下訓練は原則伊江島で実施すると日米で合意していますが、沖縄市によりますと伊江島補助飛行場は大型輸送機の発着が難しい状況で、部隊の即応体制維持のため嘉手納基地で実施すると沖縄防衛局を通じて連絡があったということです。嘉手納基地をめぐってはパラシュート降下訓練のほかにも空軍、海軍、海兵隊の無人偵察機が配備されるなど、地元自治体の負担は一層増しています。